シャナ・チャムとは、チベット仏教の各宗派で演じられる舞踊である。俗人たちの集まる公開された法要において、基本的に僧侶によって演じられる。チャムは、多神教である、チベット仏教圏の人々の悲願のイメージを具現化する舞踊とされ、敬虔なチベット仏教徒にとっては三次元で、表されるマンダラに相当する。神や神格化された人物。 動物を象徴する仮面をつけた踊りが有名だが、シャナのように仮面をつけずに演じられるチャムもある。チャムで使われる仮面は、ほとんどが木製であり、ルネド・ネベスキー・ボイコビッツの調査では、チャムに登場する神々は属性に、関係のある低級神、ラト、ナムゾラなど、属性の外に出す行為神に分けられるという。燃焼の層の踊るチャムは低級の神々であり、ジャンプやステップを繰り返す。 動きの速さに特徴がある。年長の層のチャムは豪華で重い衣装のために動きは、緩慢だが大きく、ダイナミックな動作と重厚ななりものによって得意な空間を作る。魔を重複するなど、儀式において重要な意味を持つチャムは、実践が非常に難しく、修行や経験を積んだ僧侶によって演じられる。ブータンのダミチェンガチャムは2005年に人類の交渉を及び、 無形遺産の傑作の宣言に2008年にユネスコの無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。